法輪は一理他にあらず、理説異常にあらず、現社の道に火炎三世諸仏のために説法三世諸仏立地長という、これは火炎たとい三世諸仏のために説法すとも、今だ天法輪すと言わず、また三世諸仏の法輪を天ずと言わず、三世諸仏は立地長すとも、三世諸仏の法輪いかでか火炎これを天ずることあらん。三世諸仏のために説法する火炎、また天台法輪すや否や、現社も今だ言わず、天法輪はこの時なりと天法輪なしと言わず、しかあれども僧侶すらくは、現社愚かに天法輪は説法輪ならんと会手せるか、もししかあらばなお説法の道に暮らし、火炎の三世諸仏のために説法の時三世諸仏立地長法すとは知れるといえども、火炎天法輪のところに火炎立地長法すと知らず、火炎天法輪のところに火炎道天法輪すと言わず、三世諸仏の長法は諸仏の法なり、頼り小暮らしむるにあらず、火炎を法と認ずることなかれ、火炎を仏と認ずることなかれ、火炎を火炎と認ずることなかれ、まことに獅子の道なおざりなるべからず、まさに思えり、釈子なみならんや、さらに古主釈あり、現社の道を格のごとくないといえども、山岳の力量とすべきところあり、いわゆる教授論事の大乗小乗の極量の焦燥に関われず、ぶつぶつそそ焦伝せる焦燥を山岳すべし、いわゆる三世諸仏の長法なり、これ大小乗の焦燥にあらざるところなり、諸仏は起源に等する説法ありとのみ知りて、諸仏長法すと知らず、諸仏修行すと言わず、諸仏成仏すと言わず、今現社の道にはすでに三世諸仏立地長法という、諸仏長法する焦燥あり、必ずしも能説を優れたりとし、よくこの法を聞く者を列ないということなかれ、拙者損なれば長者も損なる、釈迦牟尼仏いわく、もしこの経を説けばすなわち我を見るとなす、一人のために説く、これすなわち形となす、しかあれば能説法は釈迦牟尼仏を見立てまつるなり、すなわち我を見るとなすは釈迦牟尼仏なるがゆえに、またいわく我が滅後においてこの法を成就してその義手を問う、これすなわち形となす、知るべし成就者も同じくこれ異難なり、勝烈あるにあらず立地長これ最尊なる、諸仏ないというとも立地長法あるべきなり、立地長法これ三世諸仏なるがゆえに、諸仏は過剰なり民中の長法を言うにあらず、すでに三世諸仏とあるがゆえに、知るべし三世諸仏は火炎の説法を立地長して諸仏なり一同の家にたどるべきにあらず、たどらんとするに先歩総主なり総主せり、火炎は欠如して三世諸仏のために説法す、赤心偏偏として鉄樹花開いて世界芳ししなるなり、斜道すらくは火炎の説法を立地長しもてゆくに、必教してこの何をか現状す、いわゆる地は死に優るなるべし、地は地に死に等しなるべし、さらに獅子の金剛をに三級して三世諸仏なるなり、まあそこまで。でこの現社曰く、火炎の三世諸仏のために説法するに、三世諸仏は立地長法する、この道を聞いて現社の道は説法の道より道徳ぜなりという、必ずしもしかあらざるなり、いやこの説法よりね現社の方がよく言ってるんだっていうね、まあそういうことを言う人があるから道元禅師はこれあえて書かれてるわけだね。これね大体ね
知るべし。説法の道は現者の道と別なりで、その大体ね、これから以下のところね、説法がその天台法輪、大法輪を天図って言ったのに対してね、現者はね、その火炎三千諸仏のために法を説くんでしょ、説法の。それから三千諸仏はそれを立地して聞くっていうね、その説とか長とかっていう言葉を持ち出した。その要するに説法の場合は天台法輪、それに対して現象の場合は説長、それでそういうのを取り上げて、以下のところじゃね、そのことに説長っていう、そういう言葉の本当の仏法的意味を道元禅師これから書かれて言われるわけです。というのはね、説長っていうと、説っていう、まあ自我と説く、そうすると他が聞くっていうね、そういう説長自他、これ二つに分かれたみたいなね。で、普通にはその説長自他っていうと、これかけ離れて自分の他に他の人がから私が解けば皆さんが聞くって言ってこう話して聞いるわけです。ところがね、そういう他との兼ね合いの説長っていうのはその仏法の話にならないんだ。仏法の話っていう生命実物地盤から言えばね、決してね、そういう他との兼ね合いの話でない。そうでなくって、どこまでも自己切りの自己だ。その自己切りの自己の中身として説と長とあるっていう、それから字と他とある、そういうふうにただ開いて見せただけなんだっていうことをね、道元禅師は以下書かれてるわけ。例えば私がいつも言うけれどね、私の前にまあいろんな人が来て、その自分の悩みなんか言われるじゃない。そうするとね、私の前に来てあなたがたとえどんな悩み言ったって、私がねあなたにそんなじゃあこうしたらいいって言ってね、そしてあなたの何から何まで知ってるわけじゃなしさ、私が。ほいで私がそういう何か言ったからってあなたが聞くかどうか、そんなこと分かりっこないんだもの。だからね、私は私を生きるようにかしゃわないんだし、あたはあたは生きるようにかしゃわない。みんな、ね、自己を生きるのは自己以外にないんだから。しかしながら今あなたが私の前に来て、そしてなあなたのなんか悩みを話して、で私が聞いた限りね、私の網膜に映ったあなたは私の網膜の中のあなたが聞いた話は私の問題だもん。もっと私は自己切りの自己として、あなたの問題を私の問題にするのだ。そしてそういう時にはそれじゃあどうしたらいいかって私は考える。私のその自己の内容だもん。それで私はこうしたらいいじゃないですかってこういうようなことを言うっていうのは、私の中にもう私の中内容として映ってるあなたに対してだ、私は言ってるだけで、だから私が私に語ってるのね、これモノローグだ。それをただまああなたが聞いて、それから先は分かんないあなたあなたのを生きるかしらないからね。それでいや、これ今言うように年百層は年事故だ何を取り上げても事故を取り上げてる。年万木は年事故だという自称三昧に、もうさっきから何も言った、結局何取り上げても事故を取り上げる。今これこの総選寺で、まあ聖母玄奘の話させてもらってんでも、これなんとかその、みんながそのあって喜ぶような話して受けようって、そんなその他との兼ね合いの話では私言ってんじゃないんだ。そうじゃない、ただ私の中に
すまん一切主情がいるわけだ。私これ今の時代20世紀に生きてる限り、私の中に20世紀の主情がいるもの。その主情に正法眼蔵の話をいかにその噛み砕いてね、その私の話として話しようかって、それだけで言ってるわけね。だから結局の話何、私が私に喋ってるわけだ。でつまりその点から言ったら、どこまでも自己切りの自己で、ただ自己切りの自己が自己切りの自己に深まるって言うんですよ。それだけなんですね。で結局ね、説法も現象もね、自己切りの自己の話してんですよ。座禅の話してんだから。座禅っていうのはいつも言うように自称三昧だ、自分が自分になる、自己切りの自己。ところがその自己切りの自己を言うのに、説法は天台法理とこう言った。それから現象は説長という言葉を言った。要するに自己切りの自己の中に、その解くものと聞くものとっていうね、そういう二つを開いてみせたのが現象だ。でそういうことで、ね、どこまでもね、今ここのこれからの話は、説法は説法のその あれですね天台法理に持たせてる。それから現象には説長という、その二つに分けた話に持たせて、そして以下道元禅師が書かれてるわけですね。まあそういうつもりで読んでいくと よく分かると。いわゆる説法は三世諸仏の天台法輪の所在を同処する。これ天台法輪の所在って、その自己切りの自己、自己切りの自己って言ったって、決してその普通我々の思いの中で思い固めてる、その俺俺っていう我の話じゃないですよ。エゴの話じゃないですよ。天地いっぱいの自己の話だ。その天地いっぱい自己切りの自己の生命回転のあり方を言うんだ。これは天台法輪の所在を同処し、現象は三世諸仏の眺望を同処する。説法眺望っていうね、出会いのあり方を言ってるんですよね。説法の道まさしく展望を同処すれども、これ法の運転ですね。展望っていうのね、そういう出入りのない法のをこう運転するという、それを同種すれども、展望の所在必ずしも眺望不眺望を論ずるにあって、そういうこう出入りのないその生命実物だ、それを運転していながらね、その法を聞く法を聞かないという、そういう二つには分けていない。力あれば展望に必ず眺望あるべしと聞こえず、だから法の運転しているところにね、眺望説法、説法眺望っていうね、出入り脳書二つがねあるっていうことがね、聞こえずはっきりしていない。説法の場合はね、また三世諸仏火炎のために説法すと言わず、火炎が説法するだけじゃない、三世諸仏が火炎のために説法するとは言っていない。また三世諸仏、三世諸仏のために大法輪を転ずと言わない。火炎のために大法輪を転ずと言わざる終始あるべし。まあこれらこのみんな説法は言っちゃいないけれど、その説法の言葉の中に、その裏の中にはこういう道理があるということね、それを説法に代わって言われてんだ。で天望輪といい天台法輪という、その別あるか、大体ね、天望輪それから天台法輪というの、そのところに違いがあるのかどうか、これはまあその仏教の
歴史っていうかね、仏教史からいやちょっと違いがあるね、その、ということができるわ。天宝林っていうのはね、お釈迦様がね、その、あれ説法されるのね、死体十二年なんていうのを解かれて、それで一切のこの世の中の邪悪をね、その打ち砕かれる、そういうのを天宝林って言ったんだけどね。つまり天宝林っていうのの林っていうの、私も子供の子供の子で、まあ中学時代から仏教の本読んでるの、天宝林っていうと輪を回すんだっていう、ね、そんな大宝林っていう雑誌もその後できたけど、とにかく法の輪を回すっていうと、それがどうなのかさっぱり分かんなかったんだけど、あれ結局の話あれなんだね。タンクね、タンク一台持ち出しゃあった、その私終わりの部屋ね、あれまだ名神高速ができたばっかりの頃だったね。沢木老師がよく妙元寺行かれてたんで、それにお供して名神高速をずっと通っていく、終わり平野のところね、ずっと通っていくと、なんていうんだ、すまたとかなんとかって言って、あれ戦国時代のそのあれ小牧長久手の戦いがあったとことか、何かってああいうとこ通ってくじゃない。こういうところでもって織田信長や秀吉やあれが戦ったのかなと思いながらね、その時にその自分にトラック一台あったら勝っちゃうな天下取っちゃうなそんなこと考えてたね。まあ昔は昔の戦争は人間と人間だけがわーわー言ってたでしょ。そこのところに馬一つ持ち出して、それで馬で持ってパーッと血中でかして、それで馬持ってるやつが戦い勝ったわけ。ほら今度トラック一台持ち出したら、まあ織田信長時代今ダンプカーぐらい一台あったら天下取っちゃうんじゃないかだから馬がないくら来たのトラックでもってバーッとね跳ね飛ばした、俺馬も役に立たない。ところが今度はタンク一台持ち出したら、あれ第一次欧州大戦じゃイギリスがタンク作ったんで勝っちゃったんだからね、まだつい最近だもん。要するにああいうふうに大法輪で一切邪悪を蹴散らすっていう、ね、そういうことだ。それが天宝輪ね、お釈迦さんの説法で全ての邪悪のあれを蹴散らしちゃう、そういう意味で天宝輪。ところが今天台法輪っていうと大を転ずるんだから、大法って大っていうね、いつも言うように大っていうのはもう無辺大の大、無辺大って言って大きい小さいを超えちゃってるのが大なんだ。そうするとこれ今言う無を無と転じ、無を無と転ずるっていうのは、そういうもん、無を無と転ずるっていうと簡単に考えてるけど、あんた一切あるものをそれを無っていうのにひっくり返しちゃうだから無っていうのをまた無にひっくり返すんだから、これ途方もない話ですよ。で無と無とって超えてるっていうの、これがそういう話をするのが天台法輪だからね。だから違うっては違う、その別あるか。しかしながらね、大切なのはいつも言うように仏法の話だ。そうしたらこの天宝輪は説法にあらず、天宝輪っていうのは普通はだからお釈迦さんが説法してっていうね、言うようにあれですよね。でところがそういう苦悩の口で言う説法じゃないんだ、本当の仏法として言えばね。説法を必ずしもいたあらんよ。説法っていうとあれだ、上の立場に立って下の立場の人にこう説法するっていう、そういうふうにするのが説法だってみんな思い込んでる。しかしそれは世間の話、その
本当の仏法としては説法ということでね、いたっていう他があるべきにも他のためにということがあるべきはずはないんだ。徳ってやね、その何もかも解いてんだ。これはこういうあの天井もね、柱もこの壁もみんな全て解いてるわけだ。で何も口で初めて解くわけだね。これまあもっと分かりやすい話で言えばさ、あの金が物を言うっていう、金物を言うじゃなくてそれから、看板が物を言うとかね、肩書きが物を言うとかって言うじゃない、顔が物を言うって、その全て何だって解いてないものはないんです。しかし今説法を必ずしも言ったらないんやと、本当の仏法って言ってる観点から言ったら説法っていうのはね、他との兼ね合いの説法じゃない。しかあれば説法の道の道修すべき道を道修し尽くさざるにあらず、説法の自己切りの自己っていうね話においてね、それその全て言われていないことはないんです。説法の権利にありての天台法輪必ず一室に参学すべし。それをね、そのよくその説法の自己切りの自己の大火炎ね、それをよく参学しなきゃ現者の道に混乱することになる。で説法の道を通ずるは仏意義を意義するなり、これ結局生命実物に覚めて自己切りの自己の人生運転していくだけです。これ天地いっぱいの自己切りの自己の人生ね、人生運転してる。火炎の三世諸仏を在理せしむる、一無人北海二無人北海の周辺のみにあらず、一無人二無人の通達のみにあらず。これはね、その火炎の三世諸仏を在理せしむるって、火炎の裏側は三世諸仏だ。今手放し手放しって言うけど、それの裏側はその座禅寺で、その場合一無人北海二無人北海、この周辺のみにあらず、一無人二無人の通達のみにあらず。これはまあその火炎道場の広大と、それからそれと同時にまた、その未人中ね、あの細かい方のね、方がね、それね、その広さって言ったらまた無限に広いんだし、細かいって言ったら微細って言ったらまた無限に微細、それみんな通じてる。天台法輪を領として大小公共の領に位することながれて、その何から何まで天台法輪なんだから、それはね、大小公共ってそんな簡単なね、大きいとか小さいとか広いとか狭いとか、そんな簡単なその量で、こう測っちゃならない。天台法輪は維持いたにあらず、異節異調にあらず、自他折衷の大大を超えたこと、その全くそういう兼ね合いの話じゃないんだということですね。それから、そっちに原社の道に火炎三世諸仏のために説法三世諸仏立地長という、これは火炎たとえ三世諸仏のために説法すとも今だ天望輪すと言わず、この原社の方はその天望輪とは言わないというかね、どこまでも説法という。また三世諸仏の法輪を天図と言わずと、つまり今も言ったように、その道元禅師としてはその天台法輪というね、 天台法輪というのはどこまでも説法の方に持たせから説長というね、あの聞いたり解いたり聞いたりという方は原者の方に持たせて、そしてこれ今言われてるんですね。
で三世諸仏は立地通すとも、三世諸仏の法輪いかでか火炎、これを転ずることあらん。三世諸仏のために説法する火炎、また天台法輪すやいなや。これ三世諸仏はね、火炎輪にあってその天台法輪してるんでしょ。そしてまた火炎は三世諸仏のために説法し、三世諸仏はその立地調するんだから、そうすると三段論法的に言うとだ、その、いかにも火炎がね、三世諸仏の法輪も転ずるようなものだ、そう言ってもいいようなもんだけど、しかしここはそういう、ここに三段論法を持ち出されても困るのね。そうでない、今はその説法は説法切り、現象は現象切り、この二つを並べたり比べたりしないというところだから、三世諸仏は立地調すとも、三世諸仏の法輪を転ずと言わず、三世諸仏は立地調すとも、三世諸仏の法輪いかでか火炎、これを転ずることあらん。そういうことね。で三世諸仏のために説法する火炎、また天台法輪すやいなや。これも、今言う天台法輪は天台法輪、説法は説法、現象も今だ言わず、天望輪は今はこの時なり、天望輪なしと言わず、とにかく今説法は天台法輪、現象は説法というふうに、まああれしてですね、現象天望輪はこの時なりとも、あるいは天望輪なしとも言わないと思います。でその次に、しかあれども僧侶すらくは、現象愚かに天望輪は説法輪にならんと得主せるか、もししかあらばなお説法の道に暮らし。これはね、天望輪と説法と一つにこねてみる見方をね、その今現象にかこつけて、そんなもんじゃないとこういう、現象が言ってるわけじゃない、まあ、そういうふうにみんなが見る人がいるから、その天望輪と説法とは同じもんだってこう、見る人がいるからというわけですね。で火炎の三世諸仏のために説法の時、三世諸仏立地調伏すとは知れと言えども、火炎天望輪のところに火炎立地調伏すと知らず、火炎天望輪のところに火炎道天望輪すと言わず。でこれ三世諸仏立地調伏すという時、三世諸仏はね、三世諸仏切りの立地調伏なんだ。これ全くね、その決して他との兼ね合いでその、聞いてるんじゃない。それでまた火炎天望輪のところに火炎立地調伏すという知らず、火炎は火炎切りの立地調伏だ。それでこれも言われていないということね。火炎天望輪のところに火炎道天望輪すと言わず、火炎切りの火炎のところにの説教同時深まっていくということ、それが言われていない。この火炎天望輪のところに火炎道天望輪す、火炎がだから火炎切りにこの深まっていくということですね。で三世諸仏の調房は諸仏の方なり、頼りこうぶらしむることなかれ。ほらここにその三世諸仏はね、調房は諸仏の方なんだ、諸仏切りの諸仏、その三世諸仏は手前の方を手前が聞いてんだ、決してね他との兼ね合いじゃない、頼りこうぶらしむるにあらず。でこの場合、火炎を法と認ずることなかれ、火炎を仏と認ずることなかれ、火炎を火炎と認ずることなかれ、そりゃそうだ、その一切ねこのなんか火炎三世諸仏のために説法、三世諸仏立地調
立地町といってもね、山前諸仏が法を聞いてるって言ってもなんかそこにね、火炎っていうコロッとした法があると思ったら大違いだ。こんなコロッとしたものは、コロッとしたよそもんはないんだ。この場合この火炎切りの火炎、それでこの火炎が法でもなし、火炎が仏でもなし、火炎が火炎でもない、そういうの何かこうコロッとしたものがあるって言ったらもうここじゃ全く違う。で結局の話ね、その説教は説教切りの自己切りの自己切りだから、あの現者は現者切りの自己切りの自己、その時にね、誠に師子の道をなおざりなるべからず、これ師匠も自己切りの自己、弟子も自己切りの自己になったところに紹介即通だ。その時に初めて本当にね、あの何か仏法が伝わるっていうとさ、あのそのなんか巻物を渡して、あのこれを何時に授く、なんとかで後日すべしとかなんとか言って渡すやろ、あんなもんじゃねえ。そうじゃない、師匠は師匠切りの自己切りの自己切り、弟子は弟子切りの自己切りの自己切りだと。その時にもう紹介即通で、そりゃそうだ、本来の生命力が働いて、それで春になった時に、スミレはスミレの花が咲く、バラはバラの花が咲くどうせそこそこのところにね、そのなんかこう特別なものをやったり、取ったりするわけじゃないんだ。今この生命実物ってはそういうもんだ。まさに思えり尺子のみならんや、さらに腰尺ある。この尺子っていうのは赤ひげの個人ということね、赤ひげの個人のみならんやってね。ところが個人のひげは赤って買ったっていうのは腰尺。偉人さんね、今この外人っていうけど、今外人にとって外人って言われると非常にこうコンプレックス感じるっていうか、外人っていうのも使わないようになってるけど、その昔明治から大正の初めにかけては偉人さんって言って、偉人さんっていうのはあのこのあれでひげ、ひげもあれなんか赤くてさ、そして目は青くてってね、赤ひげの個人っていうね。しかしながら個人のひげは赤かったって言っても同じことだ。で今説法と現者とって全く同じこと言ってる。現者の道を格のごとくなりといえども、山岳の力量とすべきところあり、いわゆる教示論事の大小小状の極量の焦燥に関わらず、仏仏祖祖焦伝せる焦燥の焦燥を山岳すべし。これね、今現者の言った言葉はね、まあまあそうだけれど、ここでよく参求しなきゃならないところがある。いわゆる三世諸仏の眺望だ。普通三世諸仏っていうとね、もう出来上がった仏さんね、考えてんじゃん。これでもあんまり出来上がりすぎて器物金物じゃなくて愛してるね、そういうのを仏さんだと思ってる。ところが今そうじゃない。そのでそういう三世諸仏は法を聞くなんて、あ、これから改めて法を聞くなんてことはちっと考えられないことだ、普通の善男善女にとってはね。ところがそうでない。そのいわゆる三世諸仏の眺望、この原者がこう言ったことね、これは素晴らしい言葉だ。でその道元禅師、これをまたこのところで取り上げて改めてこれ言われるわけだね。これ大正上の焦燥にあらざるところまで、いわゆる驚愕の話じゃないんだね。 実際にその修行する人間の話だ。諸仏は起源に通する説法はありとのみ知りて、諸仏眺望すと知らず、諸仏修行すと言わず、
諸仏成仏すと言わず、今現象の道にはすでに三世諸仏立地長望という、その普通諸仏ってあるし起源にこう相手があってのその説法だとばっかり思ってる。それで仏さんが法を切るなんていうかね、ちょっと考えられない。そうでない諸仏長望すと知らず、諸仏修行すと言わずって、諸仏になったらもう修行しなくていいんだとこう思ってる。がまた諸仏成仏すと言わない。ところが本当はさっきも言ったように既成品的な悟りが通用しなくなる時があるんだ。そうでない今の息は今しなくちゃ、今の修行は今しなきゃ。それがね、これ生きるってことは生命の実物ってのは時々刻々に生きてんだ。だからその出来上がって俺は諸仏だぞよってそんなものはありっこないんだよ。そうでない今刻々に手放し手放しっていうところに諸仏現状してくんだ。で、すでに諸仏三世諸仏立地長望という諸仏両方調合する焦燥あり、そういうあり方がある。必ずしも能説を優れたりとし、能調是方者を列ないということなかれ。あの聞くっていう方は能説この解く方が優れてて、聞く方は劣ってるって、そんな風に考えちゃダメだって、そんな他との兼ね合いの話じゃない。もう生命の実物っていう限り拙者もそんなる、長者もそんなんだ。でそれの証拠にその道元禅師は法華経のことも持ち出すわけね。釈迦牟尼仏の玉、もしこの法を解けばすなわち我を見るとなす、一人のために解く、これすなわち形となす。これ解くっていうことをね、法華経を解くっていうことはもう仏さん見ることだ。しかあれば能説法は釈迦牟尼仏を見立て祭るなり、すなわち我を見るとなすは釈迦牟尼仏なるがいえ、またいわく我が滅後においてこの経を長寿してその義手を解く、この法華経を聞いてですねその意味を解く、これすなわち形となす、知るべし長寿者も同じくこれ形となすなり、いなになり。でこの法を解くのも形となす、聞くのも形となす、その点から言ったら同じなんだということですね。で小列あるにあら立地長これ最尊なる諸仏なりというとも立地長望あるべきなり。要するに仏さんっていうのは最尊なんだ、最も尊い人だけれどどこまでも立地長望あるべきだ。立地長望これ三世諸仏なるがいえ、立地長望するってそのことが三世諸仏なんだ。今座禅っていうのは立地長望するてんだ、それが三世諸仏なるがいえ。諸仏は過剰なり因中の長望にあらず、だから今座禅して何か悟りを開くっていうんじゃないんだ、座禅そのものが悟りだって。すでに三世諸仏とあるがゆえにと。だから座禅っていう座禅してこれは因中の人じゃない、過剰の人は。もうこれから座禅を何かの種にして悟り開きたいと、そんなんじゃない。座禅そのものが過剰だ。知るべし三世諸仏は火炎の説法を立地調して諸仏なり、一同の家にたどるべきにあらず。これどうせそうですよ、三世諸仏っていうね、三世諸仏だって生きてる三世諸仏である限り今の息は今しなくちゃいけない。それでそんなお人形みたいなね諸仏じゃ生きちゃいない。だからその限り火炎の説法を立地調して初めて諸仏が症状の衆をして諸仏。今我々もそうですよ、どうせ生命実物みんな誰でも彼でも生きてんだ、
あなただけが生きていないってことはない。みんな生命実物生きてる。だからその生命実物を本当に今生きする、で今奇妙する、今本当の生命実物に頭手放して帰るっていうのは奇妙ですね。それが奇妙奇妙っていうのは、それだけが大切なの。私がそれが凡夫でしてそんなこと言う暇に奇妙したらいいということを言ってるのね。一同の権威たどるべきにあらず、これ一切二つに分かれる以前、不二の一同の権威だ。生命それは生命実物がただ生命実物するのだ。それをたどるべきにあらずと疑い迷っちゃならない。たどらんとするに先歩総主先歩先歩愛王ってね。結局ね、これはあれだ、昔ね紀少っていう人と比叡っていう人が二人とも弓の名人だったのね。ところがそれをお互いに殺し合おうって言って、決闘をしたわけ。それで片っぽを力の矢を持って、それから向こうの人も矢を持って、そして同時にピッといったところが向こうの矢とこっちの矢とパンとねぶつかっちゃって落っこっちゃったっていう、それが先歩愛王。この戦と法とっていうのね、いわゆる関より東はの矢といい、関より西は戦といって、要するにまあそういうあれなんでしょ、そういう意味で違うらしいんだ。関雲は欠場して三世諸仏のために説法す、赤心偏偏として鉄柱花開いて世界看板師になるでした。いや、火炎っていうのはね、その三世諸仏のためにその説法する頭手放しだ。どれもこれも生命の真実だ。これ赤心偏偏として、そしてその一切資料分別で話すところにあるその大活動が、これ鉄柱花開いて世界看板師になる。とにかく頭手放しやってるところに花開く。シャドウスラクはしばらく言うことがあるってこと。火炎の説法を立地調子もてゆくに筆教して、この何をか現状する。結局ね、共に深まっていくっていうだけだ。いわゆる地は死に優るるなるべし、地は死に等しなるべし。さっきも言うようにね、決して師匠が偉くて弟子がつまらないっていうんじゃないんだ。弟子と師匠と結局共にこれ凡夫なるのみであるには違いない。しかしながらそこに同じくその愚道心を持って、愚道心を発して、そして同じくその生命の実物に変えるところにね、俺結局そのあれだ、地創生するわけだし、そして地は死に優れる、あるいは地は死に等しいということがあるわけだ。さらに獅子の金剛に参及して三世諸仏なるなり。それでその獅子のそのこれ金剛っていうのは門の敷居だを参及して、本三世諸仏なるの、本当に座禅が座禅になるんだと。これで縁をついでにこのところに入れるんじゃない、縁語曰くの紅白と勝利する、さらに広告をさえざる五感の陶器、それ進出鬼没なり。これは現社と同情しつすれども、現社に同情入せざる一路もあるべしといえども、火炎の諸物なるか、火炎の諸物を火炎とせるか、国弱 五感の心、現社の人心義に失ごすといえども、説法の正式未だ国弱の際に残らず、しかも格のごとくなりといえども、現社に道是あり道府是あり、説法に道念あり道法あることを知るべし。今縁をさらに現社に道是ず、説法に道是ざる道あり、いわゆる列縁合天は仏法を説くなり、合天列縁は法仏を説くなり、この道は信仰これ万身の巧妙なり。たとえ列縁に暮らしというとも、合天に覆われれば我その分あり、他これ、他れこ、他この分あり、
大天のところすでにこれ烈焰なり釈光を切ろうて言うなとはそもさんなるのみなり喜ぶべしこの日大す生まれたるところは巨匠法音なりけど今は巨匠呪音なりといえども大天の祁答なお聞こゆるにあえずいわゆる仏法を説くことは聞くところなりといえども法仏を説くことはいくかさなりの地をかわずらいこし誓あればすなわち三世の諸仏は三世に法に説かれ三世の諸法は三世に仏に説かれるなり葛藤家の風前に先断する合点のみあり一言は隠れることなく寒波しきたる唯摩吉おも非唯摩吉おも誓あればすなわち法説仏なり法行仏なり法生仏なり仏説法なり仏行仏なり仏差仏なり格のもとくなるともに行仏の意義なり合点合地合語合根にも特者不興味妙者不占有なり昭和現像行仏意義民事2年かのと牛10月中旬観音通り交渉法輪寺において帰す社門道元で縁語曰く紅白と勝利するさらに広告をさえざる五感の陶器それ進出鬼没なりこれそさえざるさらに広告をさえざるってはそえざるっていう意味だってまあ面山さんが言ってますよね。結局広告に添えて優劣をつけてみないということこれので五感の陶器それ進出鬼没なりあのさっきも言ったようにスッと すり替えちゃったこれは進出鬼没なんでこれは現者の現者と同情しつそれでも現者に同情入せざる一論もあるべしといえども火炎の諸物なるか諸物を火炎とせるかいや現者とね説法と現者と同情に出生して法の働く法もあるまた同情入せず不動なるところもあるってことつまりその道中に意があるってことですねそれは同じ生命力でもって今言ったようにスミレはスミレの花が咲くんだしバラはバラが花が咲くこれが道中意だそれから火炎の諸物なるか諸物を火炎とするかこれ火炎の諸物なるか火炎は諸物の道場であるとともに、諸物は火炎の火炎なんですね その点から言ったら一中の道が違っているけれどまた同じところが国白五感の心現者の真意にくすぼすといえども説法の正式今だ国白の際に残らず素早くねその国白を入れ替えた現者の心これはまあ、うまく入れ替えたもんだってこれはまあ現者を褒めているそれからまたそこのところで説法の正式今だ国学の際に残らずってのはあの説法っていうの人の境界がですねここに全く跡形がないという意味でこれはまあ説法を褒めているしかも格のごとくないといえども現者に道であり道府であり現者にも言い得たところがあり言い得ないところ説法にも同念あり同法あり言えたところあり言えないところがあるとこういうこと今縁をさらに現者に同ぜず説法に同ぜざる同あり今今度は縁語の話ねこれはあの説法現者にも同じない説法にも同じないところがあるとまたこれ取り上げてこれがまあ道元禅師の言いたいところいわゆる烈焰合天は仏法を説くなりとまあ普通はね仏さんが法を説くもんだとこう思ってるところが合天烈焰は法仏を説くなりともう合天が烈焰を説くっていうんでねこの法が仏を説くこの道は信仰これ万神の光明はなりこ
この言葉がね、我々本当に勇気づけられる巧妙だ。たとえ別縁に暮らしというとも豪邸に覆われば我その分は、要するに我々私たち手放し手放ししようって思ったって、何手放し手放しって言ってるうちに頭そっぽろが愛して何か考えようとしていって、しかしながらね、烈焰に暮らし、要するに手放し手放しっていうその炎に暗くても、しかし豪邸に覆われてるんだ、俺生命実物生きてるってことは間違いない。だから烈焰に暮らしというとも豪邸に覆われば我その分は、みんな生命実物生きてる、これは十方仏土中だ。だからこの他この分が誰も彼もその生命実物生きてるっていう、だからその分がある。豪天のところすでにこれ烈焰だ、いや豪天に覆われてる限りこれでもまた同時に烈焰だ。それで社交を切ろうて言うな、とはその三なるのみない。これは社交っていうのはこれだね、これを嫌ってあれってな、とを用いると言ってもだ、合点列へなるのみない。これそのなんとかこの煩悩をなんとかしたいと思いますって言ったりね、いくら何とかしようと思ってもどうしても何ともなりませんって言っても、それでももうそれぐるみが生命実物だ、生命生きてるんだ、合点列になるんだ。でつまりだからそれがそもさんだ、要するに取るのを嫌うのっていうことはできないってことね。喜ぶべしこの非対数って、非対数ってのはカーブグロっていうね、この我々生きてるっていうのこのカーブグロの中で生きてるんだ、このこういうね格好をつけてるんだ、このカーブグロの、いやだいたいあれ人間のあれ成分は 80% ぐらいその、水分だっていうものね、だからそのこのカーブこのこう顔形ってのはいわば表面張力みたいなそういう話をね聞いて、あしたらそこに町に出たら、そしたら素晴らしい便利さが来た、そしたらそれにしてもこの表面張力が綺麗だって言ったっていう学生の話聞いたことあるけど、まあ本当に我々カーブグロの表面張力だけだ。で、つまり人間のことこうですね、非対質、まれたるところは巨匠法恩なり、匠を去ることまさに遠い遠方だ、それから生ける今は巨匠寿恩なり、匠を去ること時通しなりといえども、豪天の祁答なお聞こえるに会える、いわゆる仏法を説くことは聞くところなりといえども、法仏を説くことは生かさないの不調が煩いこと。本当にね、仏が法を説くって話はもうよく耳にたこできること聞いてる。しかし法が仏を説くっていうことは今まで聞いたことない。これを聞かせてもらっただけはありがたいじゃないかと。つまりね、我々どっちどう転んでも恩命だ。どっちどう転んでもね、十方仏土中の中だ。だから、ただこの実物こそ恩命でね、そこへ帰るよ、箇所ね、奇妙する。要するに、どう言ったって生命実物は生きてる限り、その生命実物にただ深まっていくよりがしょうがない、これを頂上っていう、これを信ずるっていう、信とは頂上の義っていうね、まあ私毎度言うけど、結局そのどっちどころんでも生命実物生きてんだから、決して生命実物は生きていない人はいないんですよ。それで生命、その生命実物以外に何もないんだから、だからその生命実物に帰るより他はしようがないっていうところ、それが奇妙だ。でそれっていうのは頭手放しすりゃ奇妙だ。自分の頭の方を大切にしてさ、頭って言ったらね、俺の思いの方ばっかり大切にしてから注意を言った。それをとにかく思いは頭の分泌物って、こいつは私の名言だ思いは頭の分泌物って手放ししたところに奇妙する。
で、しかあればすなわち三千の諸仏は三千に法に説かれ、三千の諸法は三千に法に仏に説かれるなり、葛藤家の風前に先端する合点のみあり、一言は隠ることなく看破しきたる、唯摩吉をも非唯摩吉をも。要するに全てこのそれで先端したり、しかあればすなわち法説仏なり、法行仏なり、法生仏なり、仏説法なり、仏行仏なり、仏差仏なり、格のごとくなるともに行仏の意義なり。結局ね、天地いっぱいぐるみの生命生きてるから、天地いっぱいぐるみの生命に深まっていくって、それが行仏意義だって、こんなはっきりしてきたね。それで、結局合天合地合古合根にも特者不協理、妙者不占有なり。今事実、この合天合地って人無人海だ、それから合天合根で人事人望だ、で特者不協理って、これ何もね、ウルチで特不特の話じゃないか。この結局今事実、頭手放しってのは特で、今手放し手放しっていうところが特者不協理って、これは決してそうか、頭手放しで簡単だと思ってると、そうじゃない、これはもう絶対に持ち上がらない重さ持ってね。だから妙者不占有なんて、これも頭手放しっていうところに、もうこの高い安いよじゃないんだね、この値段のつけようがないっていうのは、それなんだ。まあこれ成仏意義あります。でこの次からね、この私この前10月も申し訳ありませんでした、この急に前になって具合悪くなっちゃって、とうとう休まっていたいと。だけど もうそれが間に合わないと、またわざわざお出かけになった方もあるんだと思うんで、申し訳ありません。まあとにかく私このところ非常に、体の調子がちっとおかしいんで、このままガタガタって言っちゃうのか、あるいは持ち越して、そしてこのいわばちょっとこう縮まったまんまね、もうちょっと生き延びるのか、ちょっと分かんないですね、私自身で。でまあ、どっちでもいい、どっちどこのでも、まあいいけれど、しかしこのまんま宝泉寺のこの会は、大体私が77まで やるっていうんで、まあ、北条さんに初めからそう言ってきてるんですがね、これ77までは持たないような気がして、これでいつこれやめなきゃならないか分からない、それにしても、この現状公案だけはね、もう一回やっておきたい。現状公案、10年前に大垣にいた頃書き下ろした本なんですが、あれはもうやめて、もう一度その後温めた10年の話をもう一遍やりたいという気持ちがあるわけですね。で来月から現状公案をもう一回やりますから、そのつもり